いやこれやりたかったね。でん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 。皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今回は久しぶりにアークやっていきたいと思います。いやー、なんかね、こちらのアークの拠点、リス族の拠点なんですがね、実を言うとね、ちょっと前にこれ養子の恐竜たちをこういただいたという感じでね、なんかお手紙をいただいたっていうことで、先ほど神田さんの方にね、これお手紙をこれ譲り受けたんですけど、ディアリス族とね、捨てられた、恐竜をゲットしたのですが、よろしく、よろしければ譲りますとね、これ片言、激しく片言だったんですけどね、どうやら手紙が添えられて、大型の恐竜がね、手に入ったという感じでね、私報告を受けまして、この首長竜ね、これとんでもなく長い、これね、いやまさかね、これをこうお譲りいただける日が来るなんてね、私1ミリマークをねやっておりませんけど、この多分このね、この肉食のメガネかけた方もきっと譲っていただいたり、背びれの方もね、確か譲っていただいたやつだったかな、ってちょっとこう表示をね綺麗にさせていただいて、であとね、私これだいぶ久しぶりのアークになるんですけど、前回ね、ハロウィン動画かな、ハロウィンの時にやったっきりなんで、もかれこれ半月ぐらいかな、半月ぐらいはちょっとこうやってなかったんだけど、その間にどうやらここにTレックスがね湧いたらしくて、拠点内に、とんでもなくこう強い、なんかオーラをまとった最強級のやつがこの拠点内に湧いて、なんとね、悲しいことにペットちゃんの恐竜たちがね、何人かこうお亡くなりになったみたいというね、話で、実際のところ結構減っているんですよ、なんだけどね、こう皆さんのリス族のね、お二人のこれ頑張りでね、またこれちょろっと恐竜が増えたりね、こうやってね、恐竜いただいたりという感じでね、どうやらやっておるみたいでございます。はい、ということでね、今回ね、私これにね乗ってみたいと思うんですよ、初めてだよ、といこれね、よく見て、これすんごいちっちゃいとこに乗ってんの、これほら、どうこれすごいね、このノソノソ感、これでお散歩とかどうなんだろう、これわあ、これ動かしにくい、でかすぎる、すげえでかいよ、うわこれ実際のところ何の役に立つのかな、この恐竜もいいけどさ、なんか他の恐竜の方がいいのかな、結構動かしにくいな、出れるかな外、ちょっと待って、これ邪魔くせえとこに置いてしもうたで、もう一回ね、これちょっと乗って、プロトちゃんかな、これなんて名前だろう、すんごい大きいんだけど、よいしょよいしょと、あ、そしてね、私あと他にやりたいこともあったんだ、あとこれね、でかすぎてね、ダメージを食らうという感じですよ、でかすぎてね、今降りた時にね、ダメージ、3分の1ほどね、これダメージを食らいました。そしてここに、太鼓がある、これどうやらね、ルナ帽子がこれ作ったらしいんだけど、これシトーンはドラムって、これ叩けんのかな、お、叩けんのかな、これやってみたかったんだよ、あ、ほらこれデリンって、あ、ちょっと待って、 C ランチがね出るから、ちょっと終了して、デリンデリンって、イエーこれやりたかったね、デン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 って、これうら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 、これでね、何の意味があるのかって言われると、どうやら恐竜のね士気を高めることができるという感じらしいんですよ、この私のこの太鼓の前で、
でん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 と、これめちゃくちゃだよ。はい、あのこれがただしたかった、ただしたかった、ただそれだけ。そしてどうしようかな、これ肉食も乗りたいね。この背びれの人とかすげえ強そうなんだけど、てい この背びれの人、これもだいぶ強そう。出られるかな、外出たいんだけど、こう恐竜ちゃんたちがね、みんなこうちょっと邪魔してんだよ。そう、なんか集まってるからさ、ちょっとこれ迂回してこうクリクリっとこれ出られんかな。いやいやすごいね、どこ乗ってんだ私これ。あ、背びれの前のとこ乗ってんだ。あ、そういう感じなのね。これで、ちょれっとこれ外に出させていただきたい。オープン、ババンと、これね、いやいや絵になるね、でかいね、やっぱり大型恐竜は。これちょっと待って、ちょっと待って、下手くそすぎるわ操作が。 あまりの下手くそにね、全然これで操作ができておりませんがね、下手くそ、激しく下手くそ。そしてクローズ、さーてどう、ちょっと何ができるかなこの人は。あ、この人は葉っぱ取れない系か。何ができるんだろう、石とかはどう、壊せる、石も壊せない。じゃあ、木とかはいかがでしょうか。肉食だからもしかしてあの狩りに特化してるとか。 木は切れてるけど、木が入ってるのかどうかがちょっと怪しいな。石とかも壊せないもんね。じゃああそこにいるなんか野良のやつに攻撃でも仕掛けてみようか。あれね、いやでもきっとすごい強いんだろうねこれ。これあれだろ、雑魚的だろこれこれね、誰にもテイムされてない2。おれい、おら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 、あ早い、えすごい、えもうなくなったんだ。ジュッとこれいったな、肉ゲット。あ、こういう感じなんだね。じゃあ他にもちょっとこれ恐竜倒しに行こうか。お肉、あそこにアルマジロいるけど、アルマジロって、あ攻撃されてるアルマジロ、まあ、アルマジロこれ他の拠点攻撃されてんな。アルマジロって結構防御力あって倒せない、倒しづらいみたいね。あとはどうかな、この先恐竜はおらんかえ、恐竜はおらんかえあ、いるいる、タイガーみたいなのいる、あそこタイガーちゃん、タイガーちゃん、ノラタイガーちゃん、人は乗ってる、ノラタイガー、ノラタイガーだったらこれやれる、これ倒せる、そう真下にいるんだけど、俺ノラや、ノラ、オラ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 、えいぜい、なんかいっぱい手に入ったね、はい、何、あいたいた、あれまだやってなかった、ちょっと待って、見えない見えない、見づらい見づらい、ちっちゃくて見づらい、でかいのと戦いたかったやん本当は。あ、後ろにいる、後ろに、追いかけっこ追いかけっこちょっと待って、動きにくいんだよこれ。あ、倒した、イエースイエース肉いただきだぜ、うまうまだ。あんまりこれ家から離れるとちょっと不安になるからね、戻りらさせていただきましょうか。いやー、やっぱりこれ恐竜とこれ一緒に行くとね楽しいね。楽だしね、こう乗ってる本人やられずに済むっていうのはね、それが非常にありがたい。この恐竜はやっぱり他の恐竜とこれやり合うための方なんでしょうかね。さて、あ、私のこれお肉が、さっきカンタさんからもらった焼肉が、腐っている。他になんかいないかな、ちょっとそろそろ夕方になってきて暗くなるんじゃねえかな。あ、気づいたらスタミナがなくなってるわ、ちょっと走りすぎたな調子に乗って。あそこにいるじゃん、アルマジロかな、あれやれないかな、アルマジロ、アルマジロやらせてくれ、防御力硬いかな、どうだどうだ、いけるか、
どうだ、見えんぞ、分かりづらい、非常に、あ、丸くなってるわ、ダメだ、ダンゴムシみたいになってるわ、あれダンゴムシ状態でございますこっちのはどうかな、カクカクしてるね今回も。いやー、あ、いるね、アルマジロかな、いや、アルマジロは多分倒せないからうろついてんだろうね。もうちょっとこちら辺とはどうかな、あの丘の上とか行ってみようか。あんまりね、このリス族の拠点の近くをねうろついたことないからね、いつもね一人でこうやられかねんから、一人で拠点の近くただうろついてるだけの私作業員なんですが、今回はこいつに乗ってるからねもう怖くない。今なんかすんげえちっちゃいやつ一撃で倒したんじゃないか、肉だけが手に入りました。あとは、あ、上にいるね、あれ倒すか、やり合ってんのかな、あれどうなんだろう、重量も結構持てそうだし、あ、鳥もいる、あ、これは結構なポイントですよ、やらせていただきましょう。おれい、ほらほら、レベル上がったぞ、この恐竜ちゃんのレベルが上がったのかな、急に暗くなってきた、見えない、ちょっと待って、ガンマチを調整させていただけんか、暗くて見えない、ちょっと待ってね、ガンマチだけ、ガンマチガーマ4、あ、ここら辺のやつを一掃したんだね、いや、とんでもなく強いやん、ほんとに、あっちもいけんじゃね、この調子で、ほれ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 、一掃しようぜ、あ、サソリがいる、サソリとかも一撃じゃね、どうかな、うわうわ、すごいすごい、すげえ強いんだが、あ、プチッといなくなる、すぐいなくなる、俺これもどう、ほらプチッと、これさ、いやマジで強いんだが、これどんだけ強いのこれ、じゃあこれあんたもか、あんたもいけるんか、ほら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 、えい、落ちてきた、浮いてんだよ、ちょっと浮いてんだよ、よいしょよいしょと、あそこにこれ川の人がいるわ、川の人、象の祖先でさ、よく肉と皮を落とす方がこれ2匹おるわ、これいただきやろ、おい、終わり、早い、ほんと早いな、おい、とんでもねえぞこいつ、めちゃ強えわ、これもいそしてみるか、ちょっと走りすぎたな、いや、とんでもなく強えわ、ほんとに、ありがてありがて、ここにトラちゃんがいるわ、これやろやろ、プチッとこれ、プチッとこれ、プチプチって早いな、おい、ほんと強い、ありがてえ、ほんとね、私アーク全然やってないんだけど、いや、ありがたい限りですよ。ここら辺のこれ、石ころとかちょっとこれ削るか、色違うやつだから、ん、何の音、色違うやつだからさ、鉄とか取れるんじゃない、どうだろう、ね、あ、やっぱメタルがちょっと取れるやつだ、ここでメタルをちょろっとこれ集めて、これリス族に貢献するという感じでね、今回ね作業でございますあとね、怖いからちょっとこの恐竜の下に隠れてレベルアップしようかな。私何に振ろうかな、重量、パンチか、いや、なんだろうね、酸素、スタミナ、とりあえずこれ HP に振っとこうかでね、覚えられるもの、いや、次ね何を覚えようかな、石のやつが覚えれるようになったんだよね、石壁、他にね、石のなんかこの穴の開いたこれ石のやつ覚えたいんだけど、レベル20か、ちょっと足りないんだな、どうしようかな、ここら辺覚えとこうか、多分石壁覚えるのにこれ、ね、必要になってくんじゃないかな、あと3ポイントか、他にな、覚えれるものね、まあここら辺も覚えとこうか、とりあえずよいしょで、私レベルが、あ、19レベルか、もうあと1レベルだね、なんかもうすぐ上がりそうな気もしなくもないけどね、まあいいまあいい、ホリホリしよう、鉄鉄、メタルメタル、このちょっと色違いの石だとメタルがね、
手に入りやすいんでしょうかね。そういう感じでしょうか。どうでしょうか。そしてここちょっと寒いみたいだな。山の方まで来ちゃったもんな。重量が結構重くなってきてるな。あ、肉も食べとこう。よいしょ、2つぐらい食べて、さあメタルの方は取れないな。全然取れなくなってきたぞ。そしてリアルでお腹が空いてきた。うん、いや先ほどね、あれやってたんだよ、リセラクリーンアップデティールっていうね、グロいお掃除ゲームをやっとったんだけどね、ちょっと 3D 酔いとかして、夜ご飯にお粥をこう食べてたんだよ。気持ち悪いとかってなってたから、だからお粥食べてたんだけど、やっぱ軽すぎたかな。うん、昨日はねリアルに3回ほどねリバースして、グロッキーな感じでございました。私 3D をしておりました。いやもう本当にねしょうもない感じではありますけどね。あと この人にたくさん今肉を持たせてるから、これをこうちょっと分けてあれ作ろうかな。なんだっけ、さテームする麻酔のやつ、なんだっけな、名前忘れちったな。この腐った肉が大量に必要なんだよね。だから、ちょっとこれ腐った肉をね一個一個早く腐らせるようにちょっと小分けにさせていただきましょう。うん、 OK。 でこの20個もゲットして、これも小分けにしよう。さあどうやどうや、これすぐ腐るんじゃないか。うん、8分ぐらいでね腐る感じだから、大量にこれちょっと麻酔を作れるように、ね、腐らせておきましょうかね。うん、いやちょっとでもこれ経験値になるようにね働いていかないといけない。うん、レベル20になって石壁の穴の開いたやつ欲しいんだよね。あれ作れるようになりたいな。いや本当にこの人とんでもなく強いから、肉はこの方でね大量に取れるのかもしれん。まあ多分他の恐竜もかなり強いから、まあそれで言ってもこう肉はね腐るほど手に入るんでしょうね。うん、さて、これぐらいどうだろう、腐らせればいいかな。もうちょっとこれ持っとこうかな。いらんもんつったらね石とかが結構圧迫して、石を持たせよう。で肉をいただいて、でちょっとこう肉をばらすというね非常に作業な感じではありますがね。いやー久しぶりにねアークやってきました。本当に前回やったのってハロウィンイベント的な時に、今回ハロウィンハッピーハロウィンみたいな感じでやってったのがね前回だったから、本当に久しぶり。うん、いやあんまりやらないとねすぐ操作とか忘れちゃうからね、まめにやっていかないといけないんだよね。うん、さあ、これもねちょっとこうバラして、いや本当にすごい肉手に入ってるもんね。ありがたい限りではありますよ。さて、これぐらいでねどうでしょうかね。リアルでお腹が空いて仕方がないけどね。大量の肉だぜこれ、すげえ肉だぜ。うん、これぐらいだとプレミアムミート持っとこう、すぐ腐るし。プレミアムミート、うん、いやーこれねいよいよいい感じよ、いい感じ。うん、肉余ってるもんね。これ16個もこれもバラしとこう。これもどこ入った、どこや、肉だらけでわからん。どこかな、上の方かな。これね、ちゃん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 と、まあこんだけ持ってたらすぐ腐るだろう、なんか作業してたら。さてどう拠点の方に戻りましょうかね。ちょっと遠出してきた。あ、早速も腐ってるね。ナイスナイス、いい感じよ。うん、非常にいい感じです。あ、腐ってんね。よしよし、じゃあこれで、もう一回ちょっとこれ乗りまして、よし戻ろう。寒いみたいだしな。あそこにもいるな恐竜。あの恐竜もついでにやってから帰るか。家がわからなくなりそうで非常に
不安ではありますけど、なんとか戻りたい。うん、そこに恐竜がね、入り組んでんな、ここ。あ、いるね、野生の恐竜。おい、あ、もう肉になった。早い早い、非常に早い感じ。よしよし、オッケーオッケー。さあ、じゃあ家に戻ろうか。うん、迷子になっちゃうからね、あんまりうろうろしてると。この上の方なんだけど、恐竜？あ、ちっちゃいのに追われてるわ。まあいいかな、ちっちゃいのぐらい。見逃してやろう。うん。で、こっちから来たんだ私。あ、サソリがいる。サソリや、サソリや。どうや？この人ほんと強いからね。あー、オッケーオッケー。やったね。あ、死体どこだ？死体も消えちゃった？強すぎて。行こう行こうっと。確かこっちから来たんだよね。うん、いやー、とてもね、素晴らしい恐竜ですわ。こいつほんと野生であったらプチッとやられるレベルだからな。肉食のやつだから、いや、でも肉食だからさ、やっぱ狩りに優れてんだろうね。とんでもなく強いもん。